カンボジアの世界遺産参謀、プレイクク遺跡から発見されたマルト人軍の石彫り、パリ、ギメ東洋美術館所蔵。マルト人軍は、インド神話に登場する、暴風雨を神格化した神々の一軍である。別名ルドラ神軍。インドラ神の従者とされ、皆兄弟であり、一様に美しく若々しい光線的な青年神の集団とされる。マルト人軍の親については、 諸説あるが、リグベーダは、ルドラ神とメウシプリッシュニーの子供たちとし、プラーナ文献では、カシュアパセントディィの子供たちとしている。彼らの数についても7、11、27、33、あるいは49とも言われる。リグベーダでは独立の参加、他の神と共有する参加を合わせると、約40編に及ぶ。それによると彼らは、ソーセージのようにそっくりで、 まるで女のように黄金製の武具やシ信具で美しく着飾る。また腕力に優れ、鉱山に住み、武器を携え、両馬を保有している。彼らが乗る黄門の車は、カモシカが引き、神軍共通の愛人ローダシーがそれに同乗する。そして車が走り出すと鉄に沿って、雨が降る。しかし彼らは恐るべき戦士、殺戮者であり、その怒りは蛇に例えられる。 その強大な力は木々をなぎ倒し、山々を引き裂く。そのため彼らの失踪によって万物は震撼し、木々は身をかがめ、大地は動揺するという。インドラがブリトラと戦う際にも同行している。その反面、友好的な一面も持ち、強力な援助者で雨を降らせるだけでなく、子孫、医薬、財宝、指摘霊感の与えてとされる。音楽家。 舞踏家としても知られている。なお、マルト人軍は、アーリア人最古層に属する、ある宗教的、政治的儀礼の痕跡を残しているという指摘がある。ありがとうございます。